我々は、そのプロフェッショナルなミュージシャンたちではないのでですね、まあ、プロフェッショナルとは何か。全くわからないですけれども、ね、わからないね、わからないですよ、子供なんだもん。わからないです。では、まずですね、その子供と子供の楽器と大人の非楽器によるですねシンフォニーというタイトルを得ているので、その楽曲を実際に作ってみたというかですね、作ってみた感じがありますので、その音がですね音楽になり始まる、なり始める瞬間の楽曲というかですね、まあ音がまあ何かの形になっていくんじゃないかなという、その変化の瞬間を感じれたらなと思ってます。まずは、子供の出す音、大人の出す音、まあそれらが組み合わさってですね、この東京駅の前でアンサンブルしていくということですね。まあ東京アンサンブルズ東京という感じでやっていたいと思います。子供の出す音はですねすごい無邪気で、まあ、静かであったりですね、で耳を澄まさないと聞こえないこともあるのですね、まずはすごい小さな音から始まりますので、すごく耳を澄ませて、静かに耳を澄ませて聞こえてくる音です。ではやってみましょう。